皆様こんにちは。エラートプロジェクト総括のカラバイスでございます。今年は新しく6つのプロジェクトの方にも新しくご参加いただきました。活発な議論ができればというふうに思っております。ではまず一番最初トップガブターとして北大の湊先生基盤 S のご紹介とハイライトの方に入らせていただきます。基盤 S 離散構造処理系プロジェクトと、まあ、通称を呼んでおりますけれども、まあ、離散構造っていう、まあ、概念的理論的数学的なそういう分野横断的な計算理論の領域と、それから、各個別の工学的な応用に特化した技術領域と、でその中間層として、まあ、概念とか理論だけじゃなくて処理系の実装とか動くものを提供すると、そういう離散構造を効率よく処理するためのアルゴリズムとかデータ構造とかそういうものの研究をしているところです。でそれをまあ単に数学的なところだけじゃなくて、動くものを作って提供するということで、まあ世の中に役立つようなそういう技術にしていこうというプロジェクトです。今回は、ディシジョンダイアグラムの宣伝に来ました。イメージとしては皆さんなんか目的関数があってなんかコスト制約だったり地理制約のある中で最適化をすると思います。で最適化っていうのはその制約があると急に難しくなって、まあ、線形関数とか独立の変数とか持ってきても NP ハードになることが多いです。しかしこの DD というのを持っていると実は NP ハードでもこの DD サイズに比例する時間でできるというようなマジカルなことが起こります。最初に選んでいい組み合わせ集合を用に列挙してたならば動くアルゴリズムです。でも選択肢組み合わせ爆発的にでかくなるのでそれを用に持ってるなんてほぼありえない。でもこの手法はその組み合わせの選べる候補が DD でコンパクトに表されているとしましょう。そうするとそれを全部展開することなくこのアルゴリズムを動かせるということを言っています。資産構造処理のコアなところというところ基盤的なところで、まあ、競争力の源泉になるようなそういう技術を、まあ、醸成していくと理論の人と応用の人が、まあ、集まるような場を、継続的に提供していければなとこういうふうに思っています。ちょっと前から、クレストさんをもらって科学技術論文の解析というのをやっています。最近の科学技術論文ってすごい数で増えてますので、研究者の方を、まあ、いろんな形で支援したいと。で例えば似た論文とかある視点に似てないある意味では似てるけどある意味では似てない論文を探すということであるとか、あと具体的にその知識ベースを作っているような分野っていうのはいっぱいありますので、そういうところをある程度自動化して助けたいと。ある程度自動的に情報を取るということが、まあ、そこそこできてます。でただ、まあ、100% 正しいものは取れないし、まあ、実際に自動で取れたものを人間はなかなか信用できないので、なんかいかにこう研究者の効率を上げたり研究者の発想につながるかということをあと3年半かかって具体的なものにしていきたいというふうに思っています。まあ、最近の人がよく目にする使っているメディア情報を対象にしまして、次に大きいトレンドが起きる種をできれば先んじて見つけるための技術について検討を行っています。フォークポピュラリティランクという新しいタグのスコアがタグの推薦のシステムを提案しています。我々のシステムで推薦したタグをつけるとそれだけでSNS で見てくれる人の数が変わりますというやつです。一番下側の青い点線が人間が考えたタグをつけた場合で平均30人ぐらいの人が見てくれますが、我々のシステムがおすすめしたタグをつけるだけで、それが65人ぐらい見てくれる、まあ、倍以上見てくれる人の数が伸びるという技術です。
計算機の処理速度の進展よりはビッグデータのこう大規模化の方が進んでしまって、相対的に計算機がですね遅くなっているという現状があります。でそのためにソフトウェアの方でできるだけ頑張ってですね、まあデータは大きくなってもですねそこそこちゃんと計算できるような仕組みとか方法というのを整備したいというのがまあ目標ではあります。複雑ネットワークの超有限性の検証につきまして今日のポスターでは発表させていただきます。グラフの全体を見るのではなくてそのグラフの部分部分を取り出してきてそれを確率的にどういう性質を持っているかというのをその部分に対して行いまして全体の性質を確率で判断するというアルゴリズムの実現を目指しております。実際のネットワークにつきましてその実験を行いました結果一部のグラフにつきましては超有限性を備えている可能性があるということが分かりました。情報系の研究者って2つに大別できると思うんですけども、人間に興味がある人と興味がない人それで我々は人間に興味がありまして、人間の問題に言葉からアプローチしたいなと。自然言語処理という分野の研究なんですけども、コンピューターで言葉を理解するということとそれからまあテキストの情報を人間がうまく使いこなせるようにコンピューターでそれを整理したり編集したりするとそういうことを目標に研究をしています。賛否表明パターンと行列分解に基づく賛否モデリングという内容で発表させていただきます。この研究の目的なんですけども、A に賛成する人は B にも賛成するだとか A に反対する人は B にも反対するといったような人々の賛否の傾向のようなものが一般にあると思われるんですけどもそのようなものをモデリングするという研究になっております。人間の言語の使用とか利用とかあるいは情報の活用がどういうふうになっているかと、そこに踏み込んでいかないときちっとしていることはできないと思ってますので、人間を K に加えたような形で言語の問題を考えていきたいというふうに思っています。で私から早速紹介させていただきますのは、ネットワークの信頼性を最適化するという方法について紹介いたします。この信頼性を計算するためには、通信可能な故障パターンというものをすべて数え上げる必要があるために非常に、計算的に重たい問題になります。しかしここに二分決定グラフと A スター探索という道具を組み合わせることによりましてこれまで解けてなかった規模のネットワークに対しても厳密な最適化を求めるということに成功しております。機械科学時代における文字科学の創生と応用展開というのをやっております。私は気の弱い代表をやっております。内田と言います。文字野郎です。今まではあんまり本当に文字をデータとして集めることができなかったんですね。どういう状況でどういうふうな文字が使われているかっていう単語とかですも含めてでそれが今できるようになったんですよ。だったらじゃんじゃん集めてじゃんじゃん解析すると文字の秘密が分かるんじゃないかっていうふうに思っていて画像を人間の言葉で説明するものを出力するという研究を2010年頃からやってきております。今までのキャプション生成ですと単にここに黄色いようなサインがありますというキャプションが出るだけだったんですね。で、文字の情報というのは完全に失われているということになっていたんですけどもこれを解釈をより一歩進めてあげるとですねまさにコーションというのがビーチにあるということでこのビーチは危険なビーチなんだということが分かるようになるのではないかとこういうことをどうやって自動で生成できるようにするかということをまず一つやりたいなというふうに考えています。2012年ぐらいに一つ大きな仕事として提案したのが画像に対してそのキャプションを生成するパイプラインは2つに分けられるんじゃないかということで一つまず前段としては画像に対して重要な語彙を直接推定するステップであるとここではフレーズとして連続単語列でそれを言ってますけれども His arms とか Man bites とか White dog っていう単語さえフレーズさえ直接とりあえず推定してしまえばあとは画像を見なくても文法的な知識でもってこれどうやってつなげたら文になりそうかっていうことさえ考えればキャプションになるでしょう。我々実は文字にいろいろコントロールされているところが知らず知らずのうちにあってそれがどういうようなメカニズムでどういうケースでどのような制御が行われているかっていうのをちょっと解明したいというのがやっぱり最終的な目標になると思います。
政府全体としてもですね、どんどん若手研究者には伸び伸び研究してもらいたいというふうには思ってるんですけれども、これから皆さんに挑戦的な研究をしてもらうために今何が足りないのか、何よりですね、今失敗を許容する土壌がないと。で、若手が挑戦的な研究をしていくためにはですね、失敗を許容してですね、起きに行くような研究を、やらせないというふうなところが必要なのかなと。これ皆様若手研究者というよりはですね、若手研究者を育てていく皆様にもお願いなんですけれども、多様な研究者の在り方、論文だけじゃなくてちゃんと評価できるような在り方っていうのをしっかり作っていただく必要があるのかなと。で、チャレンジするっていうことをしっかりと評価していただくっていうところがやっぱり必要なんだろうなと。で、我々としては一応理研 AIP センターも作ってですね、そういうような取り組みを進めているわけでございますけれども、大学でも、しっかりとですね、こういう場を作っていただきたい。で、若手研究者についてはですね、小さくまとまらずにですね、挑戦的な研究をしていくと、尖った研究をやっていただくための予算はですね、我々死ぬ気で取ってまいりますので、それをうまく使っていただいて、研究を進めていっていただきたい。そのための研究開発事業っていうのをこれからも作っていきたいというふうに思ってございますので、これからもご協力をお願いしたいというふうに思ってございます。以上、ご清聴ありがとうございました。で、簡単にプロジェクトの紹介させていただこうと思いますが、文科省の AIP プロジェクトというのが2016年度から始まっていまして、で、我々はその下で、理研の AIP センターを運営しています。本研究のトピックは、入力データを、正か不可に分ける2クラス分類問題になります。負にラベル付けされたデータ、不例が手に入らない状況で政令とラベルなしデータから2クラス分類器を学習するような研究になります。近年、そのディープニューラルネットワークが分類問題において広く適用されるようになってきた一方で、既存研究では、訓練時に政令とラベルなしデータを完全に分離してしまって正しくニューラルネットワークを学習することができませんでした。本研究では、従来法の、学習の基準となる損失推定量を簡単な修正によって正しくディープニューラルネットワークにおいても、正と負に分ける分類器を学習することに成功しました。我々のプロジェクトは離散構造統計学のプロジェクトと申しまして、がん細胞からですね、に関するデータを新たな統計手法で解析するということを目的にしております。複数の系列から、共通の変化点を検出するであったりとか、あとはそのできればその検出した変化点でどの系列が、変化しているのかっていうのを知りたい探索的なデータ解析になってますので、普通に有意確率を計算すると、あとピーチがゼロの方にインフレして、フォールスポジティブが大きくなっちゃうというわけで、今回は、そこのこのアグリゲーションとスキャニングの部分をコンディショニングして、それを、条件付き確率としてなんかこうピーチみたいなものを計算しましょうという手法を、ご紹介したいと思います。神経芽種っていう小児がんに関しまして、1細胞解析などをしておりまして、なんか新たながんのタイプと見つかっております。で、今後とも神経芽種の研究を進めていって、論文にしていきたいと思っております。データに含まれる形の情報を数学的に記述するということをまず行ってまして、それを用いてアルゴリズム開発をしたり、ソフトウェアを開発して実社会に応用するということに取り組んでいます。分体っていうのは、土とかをはじめとして自然界に多く現れてくるんですけども、まだその性質がよく分かっていないと。で、本研究ではパーシステント図、先ほど出てきたものですが、あれを使って分体中に現れる、空洞の解析をしてみました。実はこの3年ぐらい、2年少しの間で材料科学の分野では結構進展がありました。で、一方で材料だけじゃなくて他の科学にも使えるということが分かってきました。新しい分野もこのプロジェクトの間に進めていけたらいいかなと思ってます。
数値計算ですとか統計ですとか、いわゆる数理的手法を用いて何かこう問題を解決したいという研究が出されていますけれども、そこではその実際に解決したい問題あるいは解明したい現象っていうのを数理的にこうモデル化して、それから数理的な手法を適用するという流れになります。でところがそのモデルを作るっていうのはとても大事なプロセスなんだけれども、それをどうやってやったらいいのか、そのこれまで計算機科学の分野で研究されてきた、離散最適化手法というのを使っていこうと。普段私は列文字は最適化をよくやっているんですが、今日はちょっと趣向を変えて転送の話をします。よくあるのがそれをランク1の転送もしくはそれの和で禁止しようという話があります。今回は和じゃなくて1個のランク1転送で禁止しようと思ったときに、一番禁止が難しい転送ってどういう転送なのかなっていうのを考えています。でその量がこの書いてある APP という量なんですが、この量が、全部が、辺の長さが全部 N で D 次元の転送に対してはこういう量になってるんじゃないかっていう予想が、ありました。例えば D が2でそれ行列の場合なんですが、行列の場合はこの予想は正しいことが分かっていて、でランク1行列で一番禁止しにくい行列というのは直行行列ですよというのが、古典的な線形代数で、分かります。それを高次元に拡張したのがこの予想で、こういう予想があったんですが、我々はこの予想が成り立つ N っていうのは実は有限項しかなくて、しかも1248しかありませんということを、示しました。面白いところはこの問題を、解くのに1889年ぐらいに研究されたフルウィッツの問題っていうのが本質的に効いていて、その問題に帰着することでこの1248っていう不思議な数が出てくるってことが分かりました。で今後はですね、いわゆる社会インフラに関係した最適モデリングっていうところに、やっていきたいというふうに考えておりまして、そういった研究をちょうどこの、今年度から始めているところですね。でこの図をお見せすると、私はよくあなたの研究よく分かんないんですけど、バーコードの研究されてるんですかとか聞かれることがあるんですけれども、別に今日はバーコードの話をするわけでもありません。今日お話しする内容っていうのはイベント時系列データというふうなもので、そのデータっていうのはイベントが起きた時刻のデータについてのものです。で上の図にあるみたいにあるように時刻 T1 とか T2 とか T3 にこうやって印をつけてですね、それでいっぱい集めていくと、いっぱいのデータ集めていくと、先ほどお見せしたようなこういうふうなバーコードみたいなものができるというふうなわけです。で今日のポスターでは、ウェブコンテンツを対象としてアクセス数を予測するようなデータ解析の方法を紹介させていただきます。The project name is called Meta Mathematics for Systems Design. This is our project logo. And when my wife saw this, she said, this project is not going anywhere because it comes back to the same place, right? ソフトウェアの、品質向上のための手法として形式手法というものがあるんですけど、この形式手法のいろんな手法中のテクニックやアルゴリズムを連続系物理系を含むような物理情報システムに、拡張するようなことを目指しています。ランキングファンクションと呼ばれる検証手法があります。でこのランキングファンクションという手法を用いると、ノンディタミニスティック非決定的なシステムにおいてある状態が到達されるかどうかということを検証することができることが知られています。で本研究ではこのランキングファンクションなるが検証手法を検論という数学の理論を用いて一般化しました。でこの一般化において、重要だったのが、タイトルにもなっているコリカーシブアルジェブラという検論の概念でした。この一般化したものを別のシステム、元のランキングファンクションなる検証手法は非決定的なシステムに対して定義されていたのですが、それを別のシステム、確率的システムに対して具体化してやることによっていわば確率的システムに対するランキングファンクションというようなものを手に入れることができるというのがこの研究の嬉しいところです。実際に使われましたという、サクセスストーリーをいくつか蓄積することで、その形式手法あるいは数学的理論的アプローチというものの、有効性というのを、示していこうと考えています。エラートが終わるときっていうのは通常は研究総括が
まあ、あのエラート終わりましたっていう研究集会を開いて、それで、まあ、ある意味エラート研究総括するの自己満足みたいなことをするんですけど、うちのプロジェクトはそれを一切排除して最後の1分まであの論文を書くなりそういうことをするというメッセージを今日は飛ばしたいと。でエラートを始めるとき、まあ、何を目標構想に挙げたかというと、一つはあのまず若手研究者って言ってます。やっぱり博士課程終了までにあのトップ会議3本から5本、これ当たり前の世の中にしないとおそらく世界にかなわない。で2番目には、世界にはそれぞれの分野に2つか3つあのビッグラボっていうのがあるわけですよね。20本ぐらい通すような論文を通すようなラボがあるわけです。であれは日本にもできるっていうことをやりたい。でまあ、どれぐらい成果が出たかっていうと、まあ、先ほど申し上げた通り我々ここから下へ動いていったわけなんですけど、大体ですね、これがまあ 今のところの数字でして、でここはまあ我々が経験があったからそれぐらいだろうという気がするんですけど、ここのほとんど経験がないところで、まあ、大体こんな数合わせると大体今108本110本ぐらいなんですね。これエラートはやったことは純粋な底上げだってことです。これどういう意味かっていうと、エラート関係者が今までエラート始める2012年前にどれだけ論文をこれらの分野でパブリッシュしてたかって、だったら5本です。もうほとんど素人みたいなもん。それがまあ大体ねプラス15ぐらい上げられるようになった。できなかったことはまずあるんですね。あの自分の評価としてできなかったことがいくつかあって、一つはシステムとかネットワークとかアーキテクチャとか大型チームが必要なやつ、これは我々は本当はエラートやるべきだったんだけど残念ながらできませんでした。あのやっぱりこれはあのもっと大きなチームを含むってことは自分でやらなきゃいけなかったんだけれども、あのやあの理論から始めたっていうところもありまして、まあ、そこまで大きなことできる実力なかったです。でまあちょっとですね、あの自分がもうエラート終わるからもう最後で皆さんに言いたいことをちょっとバババッと言ってきますが、あのエラートやるときっていうのは、まあ、自分が失敗するとかそういうことを思うのかもしれないんですけど、エラートぐらいの大きさのものであり、またエラートの研究総括とかでやるのはまずですね、研究の業績集めは絶対やるのをやめましょうと。でそれができるほどあの日本はいい状況にはないです。で3番目には、今回まあ私もそうなんですけど、たくさんの方に集まってもらいましたけど、エラートとしてはやっぱりこういう場を作るってことを一個の仕事だと思ってます。あのぜひですね、若い人たち、若い研究者が交流できる場を作るようなエンハンスメントもぜひやってほしい。でまあ、もうちょっとで時間が終わってしまうので、これから何をやりたいかっていうことを最後のご説明して終わりたいと思ってるんですけど、これもう自分は懺悔するしかないんですけど、ストックフォックスに関して言えば工場はほとんどできなかった。ストックフォックスとかそういうところにフォース通せるような人っていうのは土壌を作らないと、多分あの未来英語やっぱ数学的には勝て、数理科学で立脚して勝つって難しいんじゃないかなと実は思ってます。まあ、ちょうどいい時間で、まあ、最後にうちのエラートっていうのは、まあ、できれば記憶よりも記録の方に残った方が重要なんですけど、こういうようなプロジェクトであってほしいと。で記憶に残るって非常に重要で、どうやったらこういうことができるかって多分皆さんお分かりになったと思うんですね。でこれをぜひですね、未来の世代としてやってほしいなと。どうもありがとうございました。データとそれからデータ解析して得られた解、まあ、結果ですね、それがあの意味を取りやすく分かりやすくなるようにはどうすればいいかと。人間の考え方、例えば抽象化するとか具体化するとか発想するとか、そういうことに寄り添った、あるいはそれをうまいこと誘導してあげるような、そういうような計算を行う方法っていうのを研究しています。グラフの部分構造を列挙するということで、ある種粒子を列挙するということをやっています。で特に注目しているのは、僕は部分グラフの中の部分グラフに着目していて、まあ、毎回こういうことをやってるんですけども、最近ちょっと形式体グラフっていうのが面白いなっていうのに着目してます。ということで今回は、グラフの中から2部グラフを列挙するんだけれども、ちょっと形式体グラフに着目したら、自明なアルゴリズムよりも効率のいいアルゴリズムが見つかったということでポスター発表します。どういう計算ができるかってことを突き詰めたいってことと同じなんですね。でその計算できることっていうことと、あと僕が知りたいのは、その人間って何をどういうふうにして理解してるのか、理解したってどういうことなのかって、まあ、そういうことが知りたい、まあ、それがあるので、まあ、そのコンピューターで計算するっていうことを使って人間の理解を深める、あるいは人間が理解したってことはどういうことかを明らかにするような、そんなことができればいいなと思ってます。
今こう世の中新しいこうセンサーがたくさん入って、非常にこう複雑化してきてると。でデータも複雑になってきてますし、ノイズも極限ギリギリのものを追求しているので多くなってきてると。でそういったところにこう今の最新の機械学習の技術を導入して、でその限界を従来の限界を超えた新しい、計測技術というのを作っておこうと。まあ、タイトルは機械学習モデルの列挙ということで、まあ、従来の機械学習って、まあ、基本的にはあの学習問題を解いたその最適解が良いモデルであるという、まあ、前提に立脚していますと。でただ、必ずしも現実そうかっていうと怪しくって、そもそも最適解っていうのはあの、まあ、信頼性とか僕らが納得できるかっていう意味では最いいものではない、そこは2つにはギャップがあるんじゃないかっていうのをちょっと疑ってかかっています。でこの研究では特にその信頼できるモデルっていうのは学習の意味でもちゃんといいモデルであるというまあ仮説を置いています。でその上でいいモデルを1個見つけるんじゃなくって、まあ、それをたくさん列挙すればその中に本当に僕らが納得できるいいものが見つかるんじゃないかと。信頼できるモデルっていうところについてはなんかこう自動的にこういうなんでしょう、高速条件とか満たせば信頼できるモデルって言えるんじゃないかみたいな、そういうところはやってらっしゃるんですか？そこがある意味これの仮説で、その要はユーザーがなんかこのモデル信頼できるねって言ってもそのモデル全く当たんなかったらなんかあんま意味ないじゃないですか。たとえユーザーが信頼できるって言っても信頼できるモデルっていうのはちゃんといいモデルの中にはあるだろうっていう仮説は置いてます。つまり学習としてちゃんと予測が当たるクラスぐらいの問題あのモデルにはなっているっていう大前提でやってます。そうしないとそのトップ系列挙してもユーザーがあのいや俺これが最大のモデルがいいんだとか言ってたら絶対当たらないんで、はい、なのでユーザーはいいものを探しているっていうのが大前提にはなってますね、はい、計測っていうのは科学の母だって言われるんですね。なのでそういう意味でも長いレンジで新しい計測技術ができていくと科学もそれにつれて発展していくので、そういったことを担えるような若い人材っていうのをもっとこう育つようなそういった環境コミュニティっていうんですかね、研究コミュニティっていうのを作っていくというのは実はあの隠された一つの大きな目標だと思っています。私たちのプロジェクトはですね、まあ、ビッグデータクエストの中の一つなんですけども、特に個人情報とか機密情報を、まあ、安全に扱うための、まあ、基盤技術を開発しています。で特に個人のゲノムとか医療情報をこう集めてきて安全に利用するための、まあ、ソフトウェアとかアルゴリズムとかを研究しています。自分の研究は秘密計算をやっています。秘密計算が何かというと、計算で使うデータインプットを隠しながら計算を行うことです。クライアント と、サービス提供者の2パーティーの設定において、畳み込みニューラルネットワークの、評価の秘密計算をやります。それを使ってそれ、VGG-like の CNN の秘密評価を行いました。結果は、従来法より 1.4 倍高速になって、かつ、だいぶ通信コストが減らしたことができました。これまでは比較的単純な計算ですね、統計計算を対象にその安全性とかですねセキュリティを保証するような仕組みというのを作ってたんですけども、まあ、機械学習とか人工知能みたいなもっとより複雑な計算っていうのはそのいろんなところがデータを取ってきてそれでオープンエンドに回ってるシステムなんですけども、そういったものに対しても安全性を保証するっていうのは結構難しくて、まあ、そういったことに取り組んでいきたいなというふうに思っています。ニューロサイエンスの分野では特に最近ですけれども、複数の脳の領域から取ってきた活動データをひとまとめにして分析したいというようなニーズがあります。本プロジェクトではこの脳の活動パターンの出現頻度というのをボルツマン分布でフィットします。この式の中に現れるエネルギーの値を使ってやってですね、仮想的に脳の活動パターンにエネルギーの値を割り当てていくことができます。でこれを使ってやって元の時系列をですね、この右下の絵にあるような、
エネルギーの地形の上のダイナミクスとして捉えてやることによって、より直感的に分かりやすい分析を可能にするといった、そういった手法の開発を行っています。どう考えてなさってることは、はい、なんか理解できるんですけど、はい、こう類似と、普通だったら1個違うとか、ほぼ1個違うじゃないですか、はいはい、これがどう違うかみたいなやつは、あ、それがどう違うかは、リンク1個で離れてれば、まあ、1つで違うんですけど、まあ、2つ離れてれば2つ違うということですね。そうか、こことここはここだから、こことここは離れてるみたいなこと。あ、そうです、はいはい、それは距離が5で離れてて、まあ、リンクが5個そこになっていけないっていう、この絵の上では。あー、なるほど、ここを辿っていくと、あ、そうです、はい、そうです、はい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 、あ、なるほど。で、扱う問題としましては、スカラー Y とベクトル X が与えられた時の、回帰問題を扱います。ただその通常の回帰、まあ、つまりその条件付き期待値っていうのは、まあ、何らかのモデリングをしてそれを当てに行くっていうのがあると思うんですが、その通常の回帰とは違って我々が使っている問題っていうのは Y を X で条件付けた時の、まあ、モードを当てに行くと。で、この、まあ、研究の貢献としましては、新しいそのセミパラメトリックモデリング、まあ、つまりその分岐点関数を経由したモデルファンクションの新しいセミパラメトリックモデリングを考えて、まあ、その推定方法を提案したということになっています。既存研究っていうものは、まあ、全てその一つなその最適化問題を解かなければいけないと。で、我々のっていうのは、凸線形計画問題をに基づいてこう、構成されているんですけれども、まあ、それは、まあ、非常に計算の意味で安定的であるというような、まあ、いいところがあります。で、あとはその既存の研究よりも少し早い、まあ、コンバージェンスレートがあるということになってます。何個やるかっていうのはこう自分で決めるんですか？あ、そうです、つまり、複数選ぶこと、量をたくさん選ぶことに関して情報の検証とか情報を算したときに消費する時間が決まってます。その辺のなんか図とか出したんですか？いわゆるアプリケーションサイト、いや、タイムじゃないや、そのここからはこの分割の数と精度のこう関係とか、それはどれもなんかプラメーターとかは全然なんか気になりそうなところじゃないですか？具体的にはそうですね、ただ扱ってるその一応数字実験モデルがあるんですけど、ね、そういう例えばなんかあれば読み合ったりとか、多分なんかその区切り方500分割、1000分割、2000分割ぐらいの値が大きくなります。どれもあんまり可愛い、あ、ほんまに、そこまで大きく読まなかったら、そうなんで何もしも必死で、そもそも広い地域感なんで500分割十分、いや、もうそれそうですよね、そうかそうか、いただきたいと思います。まずですね、人生の最適化なんですけど、これは若い人はですね、ぜひオーバーフィットしてでもいいから上を向いて、上でオーバーフィットするぐらい上を向く関数の方にフィットさせてください。2018年も皆さんにとって評価関数が上がるような、ぜひですね、オーバーフィットをたくさんしてほしいなというふうに思いますので、2018年皆さんにとって良い年になりますようお祈りしております。本日はどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。